ホーム東田中駅は、かつて、茨城県石岡市東高台3丁目7番16号に、あった、鹿島鉄道鹿島鉄道線の駅である。2007年4月1日、鹿島鉄道線の廃止に伴い、廃駅となった。現在は、貫鉄グリーンバスのバス停留所となっている。単式ホーム一面一線を有する地上駅。線路はほぼ東西に走りホームはその北側に、 設けられていた。無人駅で駅舎はないが、ホーム上には入り口と一体化した簡易な屋根付きの待合所があった。改札の柵も設置され、通学時は改札が行われることがあった。石岡市郊外の住宅街に位置し、駅の南側に石岡市石岡運動公園が隣接。駅の北西200メートル足らずの国道355号手前に、 茨城県立石岡商業高等学校があり、当駅も高校生に利用された。国道355号線沿いには、ロードサイド型店舗が立地する。バス専用道化工事によって、ホーム等はすべて撤去された。2010年8月30日に、博士鉄バス専用道開通に伴い、駅跡地に停留所が開業している。毎年9月に、石岡市で行われる、 日立国総社宮大祭開催時は臨時便として、石岡駅、小川駅間の増便と石岡駅到底留所の区間便も運行される。到底留所止まりの便は通常の乗降口とは異なり、石岡方の交差点で一般道路へ右折後、石岡運動公園の前が降車口となる。到底留所始発の便は通常の乗降口と同じである。ありがとうございます。